すごいよ。衣の中でもうビールの気泡がブクブクいってるから。そうそう、ブクブクいってんのこれ。はい、どうも、料理の店リュウジです。ということでですね、最近ですね、このチャンネルよく言われるのがですね、お魚のレシピがないっていうふうに言われるんですよ。なんでかっていうと、僕が肉のが好きだから。なんですけども、今回ですね、久々にね、お魚の料理やろうと思ってますね。今が一番美味しいブリ。ブリのビールフリット。ビールにめちゃめちゃ合うんですよ。今回はですね、一緒に手伝ってくれる方がいらっしゃってますので、こちらの方を紹介させていただきたいと思います。じゃあお願いします。こんにちは、リュウジのお兄さん、リュウジのいとこの小雪です。リュウジのお兄さん、リュウジのいとこの小雪ですね。はい、菅沢小雪と申します、はい、よろしくお願いします、はいです。ということでですね、今回はですね、家族が来てるんで、このチャンネルね、いつも俺が酔っ払いながら作ってるんだけど、いつも簡単って歌ってるんで、ね、本当に簡単で何も知らない人でもうできるのかと。なるほど。っていう検証のためにですね、今回ですね、小雪さんを呼んでみました。自慢じゃないけど料理しないからね。あんま見たことないね、うん、なので今日はあんまり料理しない小雪さんが一緒に飲みながら、いや飲めますよね飲むために来ました、はい、僕よりお酒大好きかもしれない小雪さんと一緒に飲みながら、楽しみながらですね、ブリのビールフリットを楽しく飲みながら作っていきたいと思います。さよなら。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、今回ビールを使った衣を使うレシピなんですけども、やっぱりね、それを作る上で素材のね、気持ちを理解しないといけない。何言ってるんですか素材の味をね、理解して料理に挑むっていうのがお料理の本質だと思ってるんですよ。ビールの衣を使うんですよ、今回。ビールの衣を使うから、ビールの味を噛み締めながら。ブリの気持ちじゃなくてビールの気持ちの話してる？そうそう、ビール。あ、なるほど、ね、ビールってちょっとその気持ちを分かってもらっていいですか？分かった、とりあえず分かりました、はい、じゃあ、乾杯。材料はね、もう簡単です。これブリ2切れ 150g、うん、レモン1切れぐらい、そんだけ。少ない。あとは調味料。包丁大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。お父さんに確認だけして。お父さんやめて。お父さんって俺のおじさんのことだから。やつ切りに、やつげげ、ね、そう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 、コロナみたいに切れって言って、酒基準で言う分かるから、酒基準で言うたら分かる、うん、ちょっと綺麗に切りたいんで、うん、塩を切り落としてもらっていいですか。宮さんで出てくる。あ、でここの部分が一番ちっちゃいんで、ここ一回切って、うん、で残りをこう半分に切る。なるほど。迷いはない、こうね。あんまり料理しないの迷いないですこうね。そう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 、それでこれも、うん、それもいい感じの糖分に。あ、いいですね。はいはい、ね、塩コショウだけしましょうか。軽くね、軽めに。両面ちょっとやりましょう。普段は料理しないんですか？あんまり、いやでも雑な料理はする。酒を飲むためにする嫌々な料理ばっかり最近何作った？ブロッコリーのペペロンチーノ作った。結構やるじゃん。でも酒を飲むためよ。あ、そしたら今度はビールを使ったフリットの衣を作っていきますので、ほう、薄力粉を大さじ3入れてください。はい、はい、振り切り大さじ1、はい、2杯目、はい、2ですね。3 OK、はいはい、片栗粉を混ぜます。あ、そうそうそう、よし、はい、バッチリです。できてる。はい、バッチリです。はい、2、はい、はい、OK です。今度お塩ですね。お塩がね、小さじ4分の1なので、はい、OK、 はい、お願いします。はい、OK、 はい、はい、OK ですね。これ大さじ4杯。大さじ4杯、あ、そう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 、1、あ、もう一応、もう一応、あ、そう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 、3、4、あ、OK です。 OK、 はい、ビールのホップのいい香りをつけるとともにさっくり仕上がるんですよ、ね、これが。もうちょい、ビールは多くて悪いことないからね、うん、ちょっとビール入れます。ホットケーキミックスぐらいで僕はいいと思います、うんうん、そうだね。ちょっとね、厚めの衣のがザクッといって、うん、でボリュームもありますんで、美味しいと思います。じゃあ飲んでいただいて。ありがとうございます。衣の感じすごくいいです。はい、なんでフライパンを今用意します。ちょっと待ってね。はい、じゃあですね、小さめのフライパンがいいです。ぎっちり入るぐらい。そうすると油の量が少なく済む、うん、そこ1センチぐらいですね。揚げ物なんで、まあでも少ない方です。うん、そうだ、ね、そんなもん、こんなもん、はい、おー、はい、中火にかけてもらっていいですか。温度的に200度ぐらいかな。僕より飲んでますよ。え、もしかして育った環境が似てます波長が合うのかもしれないですね。肝臓のね、肝臓の肝臓の波長、肝臓の波長ってない、わかんないいい感じに温まってきたので、シュワーっとこんな感じになったらもう揚げられます。ちょっと落としてもらって、で揚げましょう。ほい、
いってらっしゃい。次から次から次へと。はいですね。はい。最近さ、あっち向いてほい得意。今上げてる時に言う。あれ得意？あっち向いてほい。最近どう？3年ぐらいやってないけど。3年前何があったんだよ。大人にしてはやってる方だよ。でひっくり返す。うん。あ、そう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 。あ、おいしそう。うん、これいい感じの衣がね、つくんです。そうそうそう、あ、美味しそう。そうそうそう、小麦粉と片栗粉を両方混ぜることによってかなりね、サクッとした食感が生まれるんですね。はい、ビールを使ってるんで衣の中にこのビールの気泡が残ってめちゃめちゃサクサクになるんですよ。今回ブリやってるけど、大体どんなものをこの衣でやってもうまい。すごいよ、衣の中でもビールの気泡がブクブクいってるから。そうそう、ブクブクいってるのこれ。裏も、あ、いい色ですね。美味しそう。美味しそうね。これで柴犬色になったらほぼほぼ完成なんで、キッチンペーパー拭きましたね、こちらに、はい、いい色だね。油たっぷりなんでちょっとキッチンペーパーに吸わせて吸わせて、あ、いいです。美味しそう。カラッとなってますね。じゃあ小雪さん、ちょっと盛り付けを。はい、はい、できた。ちょっと盛り付け僕やります。嘘だ。立てかけるようなちょっと高さを出すといいんですよ。 YouTuber やって貼りますわ。ちょっと待って。お塩をちょっと持って、ちょっとパセリをちょっとパラパラと。美味しそうだね。うん、うん、どうですか。美味しそうだね。ブリのビールフリット完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。レモン、レモンは全部絞っちゃいますか。全部絞っちゃってください。じゃいいですね。まあまあまあ、足んなかったら塩ひとつまみ。いただきます。わ、いい音。めちゃめちゃ美味しい。想像を超えすぎてて。音良かったね。めちゃめちゃ良かったよ。ったじゃあちょっと僕もいただきます。うわ、あの出ないよね。超うまい。めちゃめちゃ美味しいよね。これうまいね。サクサク感がさ、うん、中がブリだから油がちゃんと乗ってて、ずっとそれがずっと閉じこもってるから中がもうジュワン、お魚のパサパサがない、うん、ちょっと僕よりいいコメント言うのやめてもらっていいですか。超美味しい。本当に美味しいね、うん、ふわっとこうビールの華やかさみたいな香るよね、うん、香る、うん、でもなんかアルコール感も全くないし。アルコール感は全然ない。全然ない、うん、やっぱビールを使うと香りがかなりふくよかで、うん、ビールに合うんだよね、うん、ビール使ってるから、うんうん、そうだね。やっぱりね、なんでこんな脂っこくないんだろうね。名前だけ聞いたら脂っこくないって、うん、ブリってほらしゃぶしゃぶで脂を落とすとかっていうイメージがあったりとかするから、うん、だけど脂っこくない、うん、本当に不思議。それはいいとこギトギトじゃないって思ったけど本当に脂っこくないの。ちょっと待って、詳しい。食に詳しい。ちょっとびっくりした。食べるの好きだから。コメントで的確すぎて俺ちょっとびっくりしたわ。ビールを加えることによって軽い衣になってるのかなっていう。そうだね、うん、片栗粉でさっくりいってるんで、うん、ブリの脂っこさにも対応できるような新鮮です。これね、本当に美味しいのでぜひ皆さん試してみてください。最高でした。柴犬色になったらもうね完成。うちのポメラニアンの胸元色だね。そうだね、うん、ひまわりの、うん、ちゃん可愛いの、うん、毎日、うん、1分1秒可愛い。人懐っこいもんね今ね。ちょっとあとで写真差し込んでもらいますね。編集が大変だ。やめろ。編集してるのも知り合いなんで大丈夫。ガリガリの、ね、そうそう編集マン。達也のことは言うな。名前言っちゃった。